停泊中のクルーズ船グルージュは、クロアチアの都市ドゥブロブニクにある地区。同地区は、ドゥブロブニクの主要港があるほか、ドゥブロブニクでは、最大の市場、メインとなる、バスステーションにバタスや長距離、バスターミナルがある。グルージュには、現在、約1万5000人が居住している。グルージュは、歴史的には、ドゥブロブニクの製造業や、産業の基盤を成しており、 現在ではもっぱら世界的に著名な旧市街の2キロメートル北西部に位置する住宅地区である。13世紀から大部分は16世紀を通じて、グルージュはドゥブロブニクからは離れた町でラグーサ共和国の住民の夏の避暑地であった。オンブラの海岸のように多くの石の家や畑の周りの以前の夏の離宮に滞在していた。 グルージュは1920年12月に現在では、すでにないドゥブロブニク市電の終着駅となったが、市電は1970年に廃止された。廃止後、旧市街の入り口であるピレモン近くで軌道から外れ公園に落ちる致命的な事故を起こした。廃止以来、グルージュと旧市街を結ぶルートは、路線バスに置き換わっている。グルージュは、 自然に保護された場所に位置し、クルーズ船やフェリーなどの大型客船を取り扱うことができる。エラフィティ諸島やムリエト島からの定期便が就航している。港には国際航路特にイタリアのバーリーからの便に対応した税関の建物がある。グルージュは旧市街側から見てオンブラ港の入り口の右側に位置する。ありがとうございます。